年4月某日、日本国東京都守宮市。この日、彼の日常は引き裂かれた。それじゃ、お疲れした。ああ、またよろしく。どうもーす。はあ、結構遅くまでかかっちまったな。酔っ払いのトラブルがなきゃもう少し早く、まあ、おかげでいい稼ぎにはな。とっとと帰るか。おっと、そういや、あ、ヒイラギ、見間違い。あいつこんな繁華街をうろつくようなやつ。バイトが終わったばかりだってのに。確かこっちの方に歩いて行ったはずだが。おいおい、ジョーちゃん、釣れねえじゃねえか。ほんのちょっとくらいおしゃべりしてくれてもいいだろう。あれ、とことん無視。なんだかお兄さん、見れば見るほど綺麗な笑顔の一つくらいサービスしてくんねえ。あんま怖がらせんなよ。その制服確か守宮学園だろ。けったまには俺らと思い。あいつらチーマーか。おい、あんたら。現れたわね。なんだよ、何が。ヒイラギ、なんだ、な、あ、おいおい、夢、綺麗っつうか、さっきまで
ヒイラギ。おい、あのチーマーどももいねえ。訳が分かんねえ。ここヒイラギと。なんだか薄ら寒いな。やたらと静かだし、黙ってると不安になってくるぜ。ヒイラギ、いないのか。いたら返事しやがれ。反応なしか。行けるところまで行く。あれはヒイラギに無事みたいだな。た、逃げろヒイラギ。ソウルデバイス。無事みたいね。あなたが見える人、あの状況で飛び込んでくるなんて。なあヒイラギ、じゃなきゃ。ええ、ただの一夜の悪い夢。ヒイラギ。でも安心し、悪夢もいつかは覚めるもの。おやすみなさい。
俺の。もうやっと目が。おはよう、こうちゃん。なんだかうなされていたけど大丈夫？しおり、いや、なんでもね。ただ、って、なんでお前がここにいるんだ？起こしに来てあげたの。時々様子を見ておいてって、おばさんから鍵を預かって、インターホンを押しても全然出ないと思ったら、制服のままベッドに入るなんて、さすがにだ。制服って。また夜、高校生で深夜まで働くなんて、昨日は結局、なん。昨日。あれ、バイトが終わってからどう。もうこうちゃんってば。ほらシャワーだけでも浴びて、ちゃんとこうちゃんの。お前綺麗。今年は咲くのが遅かったけど。ああ。ほら、こうちゃんも急ごう。もう。俺は眠いんだよ。もう2年生になったんだからし。それに先生に怒られ。あ、どうした？多分気のせい。おはよう。なんだ、一緒に。うん、さっきそこで。お前らの方こそ、今日も夫婦で仲良く登校。羨ましいね。誰が夫婦だ、誰が。朝っぱら。あら、こうちゃんたら。バカ言ってんじゃねえ、バカ。このもう、二人とも相変わらずなんだ。2年生になってまだ2週間くらいでも、またみんなと同じクラスになれ。うん、本当に。あれと、こちらこそ。げ、もうよれ。ああ、もう余裕だったのによ。みたいな不愛想な奴のいとこだなんて信じらんねえぜ。誰が不愛想だ、関係たく。よりにもよって俺のクラスの担任になる。いいじゃない、別新任なのに担任を任されるくらい優秀みたいだし。いや、それは結構な。こら、コウ君、授業中におしゃべりしない。いつもの癖で呼んじゃっただけで。やっぱさ、もうおしゃべり。ちぇ、羨ましいやつ。とにかく問題。ちょっとさ。はい先生。あ、じゃあ柊さん。ま、はい。合っているかは分かりませんけど、こうでしょうか。うん、正解。途中式も完璧だね。よくわかよかった、予習していた範囲が。それは関係ないような。しび、さすがは帰国子女。俺らとは柊明日香、まだあんまり話した。